ユージン・オニール、ユージング・ラト・ストーン・オニール、ユージング・ラト・ストーン・オニール、1888年10月16日から1953年11月27日はアメリカ合衆国の劇作家。アメリカの近代演劇を築いた劇作家として知られる。1936年ノーベル文学賞受賞。父親はアイルランド系で俳優のジェームズ・オニール。 ジェームズ・オニール。ニューヨーク市のホテルで誕生する。父は当時の有名舞台俳優で、母は女子修道院学校時代にはピアニスト志望だったこともある専業主婦。友人オニールの家族はコネチカット州のニューロンドンに夏別荘を所有していた。オニールの最初の記憶は夏の間そこで過ごしたことである。オニールは 父親の旅公園について行き幼時期を過ごした。カトリック系の寄宿学校を出て、1906年プリンストン大学に入学するが勉強には興味がなく、もっぱら、読書、酒、女の日々を過ごす。1907年、大学を中退。ニューヨークの通信販売の会社で働き始めるが、すぐに退職。その後、請求に結婚。金庫発掘の助手。 父親の劇団の俳優や助手、ニューロンドンの新聞記者など、様々職を転々とした。数年間にわたり、船乗りとして働いたことがあり、その時期の経験は、オニールの戯曲中に題材として何度も取り上げられている。1912年、結婚の破綻、ままならぬ自立などを抱えて、自己嫌悪に駆られ2月に自殺を図るが未遂。10月に離婚成立。 軽度とはいえ当時は死に至る病であった結核と診断され12月入院。6ヶ月ほど療養生活を送った。療養中に劇曲を書くことを思い立ち、処女作、雲の巣を執筆する。退院後、1914年から1915年の間、ハーバード大学の演劇学教授ジョージ・ピアス・ベーカーが主催する47ワークショップに入り、劇作を学んだ。 このワークショップは多数の劇作家、演出家、舞台美術家を世に送り出し、アメリカ演劇の発展に貢献した。19世紀から20世紀初頭にかけてのアメリカ演劇はブロードウェイを中心とする商業主義、娯楽主義の支配下で停滞しており、世界的に注目されるような卓越した作品がほとんど生まれなかった。演劇人側から、 携帯を打破し芸術的改革を行おうとする動きはあった。そのアメリカ演劇がヨーロッパのようにリアリズムを作劇に取り入れて具体的に近代化するのは劇作家、友人オニールの登場と時期を同じくする。1916年、マサチューセッツ州プロビンスタウンに拠点を置く衝撃場劇団をオニールは自作の2曲を持って訪れた。 劇団員による朗読の後、オニールは熱烈に迎え入れられ、その劇曲を上演することになった。これが演劇の改革を志していた劇団の一つ、ザ・プロヴィンストーンプレイヤーズ、プロヴィンスタウンプレイヤーズとオニールの出会いである。その時朗読された作品が、オニールのデビュー作、カーディフを指して東へである。オニール本人もこの劇に出演した。 英国のカーディフ港に向かう貨物船の船倉を舞台とする一幕劇。主人公の老水フは死の床の中、人生に絶望している。主人公は見果てぬ夢を抱いたまま、カーディフに着く前に死に至る。オニール自らが生員だった経験を生かし、その生活を当時としては革新的なリアリズムの手法で提示しつつ、夢、希望、友情、孤独、絶望などについて描いている。 この儀曲は、同年に不当を改造した、小劇場で上演され、大好評をもって観客に受け入れられた。この成功を足がかりに、プロビンスタウンプレイヤーズは、オニールと共に、ニューヨークへ進出。クリニッジビレッジに劇場を作り、オニール作の一幕劇を次々に発表し、劇団、劇作家ともに注目を集めていった。その多くは、 戦員時代の経験に題材を取ったものだった。この活動は、後に、オフブロードウェイ運動の始まりの一つであると、みなされるようになった。この時期、こういう仲間の一人である、作家志望のアグネス・ボールトンと再婚。1920年、オニールに、ブロードウェイでの上演の機会が訪れた。三幕劇、地平線の彼方である。この儀曲は、 ブロードウェイのモロスコ劇場で160回上演された。人生に失敗した主人公が夜明けと共に死を迎えるという暗い内容のリアリズム劇にもかかわらず、ブロードウェイで成功を収めたことは当時としては特筆に値する。オニールはこの劇曲でピューリッツァー賞を受賞した。地平線の彼方がブロードウェイで上演された同じ1920年の11月。 オニールはプロビンスタウンプレイヤーズによって一幕劇を発表した皇帝ジョーンズである。脱獄州の黒人が西インド諸島のある島で皇帝として君臨する。しかし反乱が起き脱出を図りジャングルをさまよった挙句に殺される。オニールはカール・ユングの提唱する集合的無意識などの学説を参考にしつつ、主人公ジョーンズが追い詰められる心理を表現主義的技法で描いた。 ニューヨーク小劇場のネイバーフットプレイハウスで上演された。この劇は5年後にロンドンでも上演され、オニールの名を世界に知らしめるきっかけになった。さらに同じ年の12月、オニールの儀曲、別物がプロビンスタウンプレイヤーズによって上演された。この劇は1ヶ月後にブロードウェイで上演され、オフブロードウェイからブロードウェイに進出するという図式の先駆けになった。 しかし、この過程において、プロビンスタウンプレイヤーズは、オニールを含むブロードウェイ進出を試行する者と、あくまでも衝撃上運動を続けようとする者のとの間で分裂が起き、創始者、ジョージ・クラムクックが脱退するという事態を招いた。その後もプロビンスタウンプレイヤーズは、活動を続けるが、1929年には、不況の影響で閉鎖、解散することになる。 1929年、オニールはアグネスと離婚。女優のカーロッタ・モントレーと三度目の結婚をする。1932年以降、オニールは神経性疾患を患った。さらに、肺疾患の兆候もあり、以降、病苦と戦いながら晩年を過ごすことになる。1936年、ノーベル文学賞受賞が決まったが、その時も入院中だった。 二番目の妻アグネスとの間に生まれた娘ウーナは、喜劇王、チャールズ・チャップリンの最後の妻であった。1953年、友人オーニールは、ボストンのホテルの一室で死亡。最後の言葉は、I knew it, I knew it, born in, a ホテルルーム and got them, died in, a ホテルームであった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。